ライドのライカーデイドリームいきますね。いきます。テレキャスはね、一番最初に買ったフェンダーなんですよね。フェンダーつってもフェンダージャパンですけどね。1991年にね、5月ぐらいかな、買ったんですよね。黒っていうのはね、ジョーストロマとかね、あとモンツの森山達也さんにね憧れて買ったんですよね。これね、今弾いてても分かるんですけど、よく鳴ってるんですよね。やっぱずっと弾いてただけあってね。でも、なんでね、あんま弾いてなかったかっていうと、ここのね、ガリが出るっていうか、接触が悪くて、ギャー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 、ガリガリってよく言うんですよ。今日やってみたら全然出ないですよね。鳴りはね、最高にいいんですよね。音もね、ちょっとボリューム感があるような、あんま練習してなかったんでね、フレットもね、そんな減ってないんですよね。いかに練習してなかったかっていうね、ギターたくさん買っといてね、全然練習しなかったんですよね。このコロナ禍になって、この2年半だっけな、でやっと練習するようになったんですよね。まあ、それで上手くならないはずですよね、ほんとね。ということで、ライドのライカデイドリームでした。